エジプト初期王朝時代、エジプト初期王朝時代、紀元前3100年頃引く、紀元前2686年頃は、古代エジプト史学、エジプト学における時代区分の一つである。エジプト第一王朝、並びにエジプト第二王朝の時代が初期王朝時代に区分される。エジプトに複数あった王国が統合し、全エジプトが初めて一つの生態のもとに統合された。 時代をもって、強朝時代の始まりとする。この時代は、後世のエジプト王朝の基本的な性格を決める、数多くの文化の溶濫期であった。例えばそれは、王権概念、レガリア、王坊、王冠、王尺等、王母、美術様式、全エジプトの中心としての首都メンフィスの登場、等である。初期王朝時代に登場したこれらの要素は、 皇国時代以降多彩なエジプト文化を生み出していくことになる。王権とその表現形式は第一王朝時代に原型がほぼ確立した。古代エジプトではホルス名、自助神名、ネブティナ、黄金のホルス名、上下エジプト王名、即位名、ネスートビティナ、誕生名というファラオの五重称号が使用されていたが、このうちホルス名、自助神名、 即位名の三つは第一王朝時代に登場する。王名の様式が完全に整うのはるか後の中央国時代になるが、これらを用いて王号や王名を示す様式はすでに初期王朝時代に確立していった。先王朝時代の上、エジプト王は自らがホルス人の化身であることを表すホルス名を用いた。 ホルス名を使用する伝統は、初期王朝時代に入っても継続されたが、統一されたエジプトでの正当な王権を示すため、やがて、ホルス名に加えて、第二の名、自助神名が王名に加えられた。これは、王が上エジプトの守護女神ネクベトと、下エジプトの守護女神ウアジェト双方の化身であることを示す名前である。さらに、第一王朝の、 第五代王伝の時代には上下エジプト王名が加えられ一体性を持つ政治世界としてのエジプトが形成されてゆく。また王が各種のレガリアを身につけて身分を表現する様式も初期王朝時代におおむね定型化した王母の巨大化、王権を示すための儀式であるセドサイの巨行も初期王朝時代に始まる。仙王朝時代の王母においても身分差が確認できるが、 それは、単に大きさや服装品の量の差によって区別される、ものであった。しかし、初期王朝時代には、王母特有の建築様式が登場した。大型のマスターバボや、総裁殿建築がそれにあたる。これらは、皇王国時代に始まるピラミッドの建造に、つながってゆく。さらに、エジプトと上エジプトの中間地点に首都として、メンフィスが建設された。 この時代のメンフィスの遺構は未だ発掘されていないが、メンフィスの付属墓地であるサッカラには、実際第一王朝時代の王墓が林立しており、第一王朝時代にメンフィスが首都として整備された可能性は高い。第一王朝以降、官僚組織の整備が急速に進められた。この官僚組織については、印象、ラベル、石碑等の記録からおおむね推測できるようになっている。 国家の頂点を王とし、その配下に王族からなる少数の支配層がいた。ついで最小が任命され、彼が王家の家政、財政、地方行政を統括した。財政部門は臨時官が統括し、徴税から再分配までの財政を担った。地方行政部門は上下、エジプト及びその他の地域に分割され、それぞれを官僚たちが管理した。王を頂点とし、 最小を中心とした上記3つの部門が国家を運営する基本構造は新王国時代以降まで継続した。古代エジプトの基本的な美術様式、例えば二次元表現において人体を側面図と正面図を組み合わせて描く、実際のサイズに関係なく偉大さによって人物の大きさが表現される場面を段に区切り人物像は地面を表す線の上に描かれるレジスター。 等の表現方法がすでに初期王朝時代に確立した。これらの特徴のうちのいくつかはすでに先王朝時代に、その方がガミラ、後のエジプト美術の基本的な路線を規定した。エジプトの最初の王が誰なのかについて、現在でも定説があるわけではない。文献資料に登場する初代王目にメネスを考古学的に確認できる人物と同定しようとする試みが、 エジプトの黎明期から続けられてきた。文献資料としては主に、キリシア語で記述された古典古代の記録と、古代エジプト語あるいは図像表現によって作成された、王名表の記録が存在する。前者を代表するのがマネトが記述したエジプト史であり、第1から第31までの王朝に分類して、古代エジプト史を把握する方法は、マネトの方法を踏襲したものである。 そのマネとの記録では、初代のエジプト王はメネスであった。また、紀元前5世紀の歴史家ヘロドトスは、歴史においてエジプト人から聞いたこととして、エジプトの初代王はミンである記録し、紀元前1世紀にはシケリアのディオドロスが、歴史草書の中で、エジプトの初代王はメナスであると記している。メネス、ミン、メナスはいずれも同一の名前であると考えられ、マネとは、 もちろんのこと、ヘロドトスとディオドロスはいずれもエジプトに実際に滞在したことがあることが知られているため、紀元前5世紀、紀元前1世紀のエジプトでは、メネ,ネス王からマルエジプトの歴史が共有されていたと考えられる。後者のものとしては、鳥の王名表や、アビュドス王名表、サッカラ王名表が代表的である。これらの王名表は、初代王の位置に、 メニという王名を配置している。このメニ王の名前が登場する最古の資料は、ハトシェプスト女王時代、紀元前1500年頃のスカラベに書かれたものである。王名の類似から考えて、この王名表に登場するメニの名が、ギリシア人の長術家たちがエジプトに訪れた時代でも、伝わっており、メネスと記録されたと考えられる。上記のような古代の記録に対し、 現代の考古学的調査によって全エジプトを初めて支配したと考えられる最初の王はナルメルである。ナルメルについてはナルメルのパレット、化粧版、ナルメルのメースヘッドという二つの重要内物が存在する。ナルメルのパレットは表裏両面上端にホルス名のナルメルが記され、表面にゲエジプト王冠を被った王が敵の死体を見分する様が理面に植え、 エジプト王冠をかぶった王、ホルス人の化身として描かれているが敵国を征服する様が描かれており、その意図が上下エジプト両国の統合を象徴することであったのは明白である。ナルメルのメースヘッドには、上エジプトの守護神ネクベトに守られたナルメルが下エジプトの王冠をかぶり、おそらくは下エジプトの王女、ネートヘテプを妻とする光景が描かれている。こちらもまた、 上下エジプトの統合を示す図像表現であることが明白である。また、第一王朝時代の風邸における、王名の配置や王母の位置等の分析から、第一王朝の王トールが、ナルメルを初代と考えていた可能性が高いと考えられている。初代を候補として、もう一人重要な候補者としてアハがいる。アハは、アビュドス出土の風邸などの考古資料から、 ナルメルの次の王であったことがかなり確実視されている。この点で第一王朝の二代目ということになるが、彼が文献資料に登場する目にメネス王と同一人物とする有力な説がある。その根拠はアハ王の造下性ラベルで、このラベルの中にホルス名、アハと合わせて次女神名、メンと記載されている。このことからアハ王はメンという別名を持つ可能性があり、 これこそが、後世のメニオであるというものである。この場合、ナルメルのパレット等は単なる宗教儀礼、呪術儀礼的な性質のもので実際になされたものではないと考える。ナルメル、アハ、そして彼らに続く、第一王朝の王たちの中に確実に、メネス王と同一人物であると同定できる王はいない。これは、王名表記法の問題による、初期王朝時代の王トールが、 記念碑に使用した王名は通常ホルス名と呼ばれる王の即位名であった。これは誕生時に付けられた名前とは別の名前である。一方で後世の王名表はおそらく誕生時の名前を使用している。このため記念物にホルス名と誕生名を併記するようになった第一王朝第五代の伝王より前の王について王名表と考古学異物の対象が困難である。このため 2017年現在においても初期王朝時代の開始、つまりエジプトにおける統一王朝の出現について研究者の間で完全に一致した見解は存在しない。王国時代に作成されたカイロ年代記では第一王朝以前の王ートールが上下エジプト王冠をいただく形で描写されているため、これを論拠に実際の王朝統一は すでに第一王朝以前に完了していたトリセツさえ存在する。マネトの記録によれば、エジプト第一、第二王朝の王たちには、ティニスのという形容詞が付けられている。おそらくこれはこの王たちが、ティニスという名の都市にいて統治した、もしくはエジプト統一王朝の母体となった王朝が、ティニスにあったということを意味すると考えられる。ティニスの正確な位置は分かっていないが、 おそらく今日のギルがナイル川西岸付近であっただろうと推測されている。ギルガの南2 0キロメートル余りの地点にあるアビウドス遺跡で発見された初期王朝時代の遺物はこの地域の第一王朝、第二王朝との関係を立証するものである。初期王朝時代の応募以降が集中しているのがアビウドス遺跡とサッカラ遺跡である。 アビュドスでは19世紀末のフリンダーズ・ピートリーの調査により、第一王朝時代の王母が相次いで発された。これらの墓の前に立っていた石碑から10人の王と1人の王妃の名が得られた。王名はほぼホルスナであり、このうちナルメルから始まる8人の王が第一王朝に属していると考えらる。唯一の王妃の名はメルネートであり、 おそらく第一王朝四代目ジェト王の日である。また、アビュドスには、ケンティアメンティウガミの神殿跡が確認されているが、これが最初に建てられたのは、第一王朝時代であった。また、第二王朝時代に建てられた日干しレンガの鳥跡も2箇所、発見されている。これはこの鳥跡から出土した風でその他が、第二王朝のペルイブ戦王とかセケム王の時代の、 物である子からわかる。これらの鳥では長方形のプランで建てられており、外部には凹凸の装飾が用いられている。明らかにメソポタミアの建築様式の影響を受けたものである。他方、メンフィスに近いサッカラでは、20世紀前半から半ばに、かけての調査で、初期王朝時代の王墓が発見された。これは、アビュドス遺跡のものよりも大型のマスタバ墓を含む、 多数の墓が広囲いから発見されており、これらの墓地の中には船を入れるための囲いがあるものも発見されている。これはおそらく死者が死後の世界を旅するための船であると推定される。この墓地から発見された、被文塔からはアビュドス遺跡で発見された、王名と一致する第一王朝時代の6人の王、アハオカー王と2人の王妃、オルネートとメルネート、及び親族、 または、進化と見られる、多数の人名が読み取れる。調査を行ったエマリーは、アビュドスとサッカラの両方に、同一の王の墓が存在することから、初期王朝時代に都が置かれたメンフィスに近いサッカラに、実際に王が埋葬され、王トールの出身地に近いアビュドスには、埋葬を行わない象徴的な空墓が置かれたと主張した。この説は、多くの指示を受け一時定説化していた。 しかしその後 W. カイザーや B.J. ケンプラによってアビュドスで実際に王の埋葬を行った痕跡が発見され第一王朝の王たちの埋葬地はアビュドスであるとの説が急速に指示されるように言っている。しかしその場合、サッカラらの巨大ボアタ単に交換の墓に過ぎないのかとその性格が明確ではない。初期王朝時代の図像資料の中でも最も有名なものは 上エジプトのヒエラコンポリス、エジプト5名ネケン、現在のコムエルアハマルで発見された、ナルメルのパレット、化粧版ある。パレットとは古代エジプト人がアイシャドウをすりつぶすのに使用した板であるが、ナルメルのパレットは、長さが64センチメートル、幅42センチメートルもあることから、実用ではなく儀式用のものであると推定される。ホルス人の像と考えられるハヤブサの絵や、敵、 アジア人と戦うナルメル王の姿などが描かれており、この図像の解釈は古代エジプトの王ケミや歴史を考慮する上で極めて重要である。パレルモ石は黒色戦力岩で作られた記念碑であり、断片がパレルモ博物館の他回路とロンドンに保管されている。これは初期王朝時代より後の時代の遺物であるが、おそらく王の一覧が記載されている。座った。 人物像が並べて刻まれており、それぞれ王権の象徴である王爵を持ち、赤色王冠を被っており、判読不能ながら王名と推測されうる文字が付されている。赤色王冠を被っていることを重視すれば彼らは、統一王朝以前のカエジプト王であり、もし欠けた部分に上、エジプト王の一覧が載っていたのだとすれば、 元王朝時代の上下エジプト王国の王名表が実在していた可能性が出てくる。第一王朝の王名を記したと思われる部分は破損して残っていないが、第二王朝のニネチェル王と考えられる王が記載され、さらに第四王朝と第五王朝の王の一部も掲載されている。過去王には統治年月を表す記号が記され、また都市名には簡略ながら歴史的事件が記録されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。